グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、東京五輪、東京オリンピック、男子サッカー、グループリーグ第一節が22日に各地で開催されいる。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこ、もう簡単に視聴。1ヶ月無料お試し実施中、U24。 南アフ、カ代表と対戦した U24 日本代表は、相手の固い、つぶさに手を焼きなかなか点を奪えないとい、時間を多く過ごしたが、後半に入り久保竹さ待望の先制点を奪取。この一点を守りきり、白星、進むとなった。その U24 日本代表と同組の U24、メキ、小代表対 u 十四フランス代表は、 思わぬ大差がつった。47分に、アレクシス・ベガの得点でメキシコ、均衡を破ると、その7分後に、相手のミスを追い、追加点をダッシュ。その後、69分に、フランスに PK を与え1を返されるも、80分、90分と得点し、4、1で試合を終え、いる。グループ B では、U24 ルーマニア代表が、u 24歩、ジュラス代表を撃破。そしてもう一つの試合は、U-24 韓国代表が、まさかの黒星を喫すること、U-24 ニュージーランド代表のオーバーエージ、オーエ、リスウッドの一発に沈んだ。今大会の金目、ルコーホヒットである、U-24 スペイン代表は、U-24 エジ、と代表相手にボールを保持し続けるも、最後、で得点が、 遠くまさかのドロー発進さらにだ、セバージョス、オスカル・ミンゲサが負傷、るなど後味の悪い試合となった。そしてもう、方では、U-24 アルゼンチン代表が、U-24 オーストラア代表に乾杯するなど、グループ C はいずれも、ランの幕開けとなっている。グループ D では、U-24 ブ、ジル代表対、U-24 ドイツ代表という高カードが、 試合は、ブラジルがリシャルリソンのハトリックで、前半のうちに3、0リードと一方的、展開になったが、後半に入り、ドイツが粘りを、背2点を返す。しかし、後半アディショナル対2、パウリーニョが突き放し、4、2でブラジルが、リを収めている。グループ D もう一つの試合で、U-24 コートジボワール代表が、U-24 サウジアラビ代表を撃破。 OA のフランク・ケシエが立役者とっている。次ページ、22日結果、得点者一覧。<music>